浜田さん、塩見さん、堪忍してください。同じ選手にどんだけ打たれんねん。もう、塩見さん、マジでさ、復帰したばっかりより打ちすぎやろ。あと、浜田、なんやねん、めちゃくちゃええ選手やないかい。他のさ、チームの時は打てへんのに、ベイスターズ戦、打ちすぎやろ、マジで鈴木誠也やないか。ほんま、堪忍してください。はいどうも、メントスコーラと、なんだともでございます。本日も DeNA の振り返りの動画、撮ってまいりたいなというふうには思います。いやーね、今日ね、神宮の最終戦、何としても勝ってですね、勝ち越していきたいという試合だったんですけども、結果を申しますと、3対7で、3対6かなで負けてしまいました。いやー、これでね、負け越しで、巨人とね、なんと 0.5 ゲーム差、もう B クラス落ちます。さらにはね、首位阪神とも 5.5 ゲーム差まで来てるので、だいぶしんどいなっていうところの、レベルまで来たかなというふうには思います。ということで、いつも通り選手の活躍というものを見ていきましょう。こんな風になっております。まあ、打線の方はね、正直、まあ、点数を取ることはできたのかなというふうには思うんですけども、まあ、今日取った4点ね、結局見れば、やっぱ、楠本選手のホームランだけなんですよね。まあ、佐野選手の犠牲フライはもちろん点数としては、立派かなと思うんですけども、その前にやっぱりね、パスボールで1点を献上してもらったりだとか、まあ、クルバシャー選手のね、本当にゲッツーですよ。ゲッツーの、まあ、エラーの間に、1点入ったりだとか、正直2点ね、もらってるところはやっぱあるんです。やっぱ神宮なので、やっぱもうちょっとね、打ち勝ってほしいなっていうところがやっぱ本音かなと思うんですけども、やっぱそんなにね、やっぱミスしてもらってるので、やっぱつけ込む、やっぱ攻撃っていうのがやっぱ欲しかったなっていうところと、やっぱ桑原選手やっぱ盗塁成功率だとちょっと良くないですよね。まあそういうところでやっぱりちょっとちぐはぐな攻撃というものがやっぱもちろん見えてきてますので、まあそこら辺がやっぱ非常にやっぱ、課題かなっていうふうに改めて、感じました。まあ、あとはでも、楠本選手がやっぱポジ要素ですよね。粘ってフォアボール選ぶところもあったしね、ホームランを打つし、さらにはライトでね、またファインプレー、見せてくれましたので、楠本選手は非常にやっぱり、宮崎選手もね、補欠というか、ベンチスタートで3番任されたんですけども、それに恥じないような本当に素晴らしい活躍を、見せてくれたので、そこら辺はやっぱかなり良かったのかなというふうにはね、思います。あとやっぱちょっと下位打線がやっぱしんどいですよね。まあ、昨日伊藤光選手もかなり疲れ気味っていう話もしたかなと思うんですけども、まあ、今日も戸柱選手もね、パスボールがあったりだとかね、バッティングの状態はやっぱかなり下がっててね、フレーミングの精度っていうのもかなり下がってるのかなと思うので、やっぱりあの、山本選手のね、出番も増やしてほしいし、まあ2軍でもね、いい若手のやっぱキャッチャーいますので、まあそこら辺の選手ともね、併用してほしいなっていう風な気は、しました。ちょっとキャッチャーやっぱり、ショートとやっぱキャッチャーですよね。まあ山選手もね、バッティングはかなりいいんですけども、やっぱ守備面でちょっとね、しんどいところを見えてきてますので、ちょっとやっぱ全体的に守備、内野の守備と、下位打線、ここら辺はクリアしていかないと、やっぱ周囲のチームにはね、食らいつくっていうのは難しいのかなというふうに改めて、そこら辺は、思いました。ピッチャーの方はね、前石田選手最初の方に捕まってしまいましたね。まあ、清水選手とね、浜田選手というね、悪魔的なコンビですよね。ここら辺に打たれてしまったというところはあるんですけども、まあ、序盤に崩れてしまいました。まあ、あとはちょっと今日の残念だったのは、やっぱリリーフ陣がね、大差やっぱ疲れてるんですよね。やっぱ1イニングでも、多く投げてほしかったなっていうのはもちろん本音かなと思うんですけども、まあ、2試合連続ですね、ビハインドの場面で勝ち系統をね、勝ちピッチャーを、8回掴んで、どっちもやっぱ打たれてるんですよね。まあ、ウェンデルケン選手も今日も伊勢選手も打たれて、まあ、伊勢選手の場合はかなり今日悪かったので、やっぱそこら辺のやっぱビハインドの場面っていうのは徹底してほしいですね。まあ、1点ビハインドくらいの場面でも、やっぱ田中選手とかね、石川達也選手今日その後出てきたんですけど、もう全然1、2ぐらいでいけるかなと思うので、そこら辺の選手は積極的に起用していかないと、やっぱリスクの分散というところでね、やっぱしんどくなってくるのかなというふうには思いますので、積極的に起用していってほしいなっていうふうに改めて、感じました。はい、それでは最後にメントスカトコ選手を決めましてね、今日の動画終わっていきたいなというふうには思います。そうですね、今日のメントスカトコ選手は総攻守でアピールしてくれました。楠本選手にぜひやっていきます。メントスカトコの方でおめでとうございます。はい、今日はこんな感じで終わっていきます。本当に来週ね、広島ならの阪神ということで、かなり鬼門の一週間かなというふうには思います。はい、今日の感じで終わっていきます。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。そうだ、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。
夢見た舞台で秘めたその力、花を咲かせよう星つなぐストーリー、かっ飛ばせくすもと。